ょうどええぐらい、ここじゃなかったね。これは四国で最大最古の規模を誇る多宝塔のようです。雰囲気がある歌が流れていて歩くのも気持ちがいいです。ちょっと歩くな、思ったより遠いなあ。あ、でももう見えてきてる。横道の石像が気になるので帰りに通ってみようと思います。太子堂は少し階段を上った先にありました。太子堂で参拝も終わったので今から農協所に行きます。農協所は駐車場のところまで戻ったらあります。安定の次行ってきます。農協所は駐車場のところまで戻ってきました。9番札所法輪寺来ました。両サイドに手作りのお地蔵様がいました。金がある金、金をつきに行きたいと思います。優しくついてください。すぐ隣にあるのが大師堂です。農協所へ行きます。服もあれやしな。とは違うって感じ。ね。大丈夫。
隣名物巨大課題 8.7 メートル。お立ち寄りください。8.7 メートルって、待って、巨大課題展示じゃない？食べれんの？作れることは。8.7 メートル展示って書いてある。食べれないの？あるけど。タライロドンありそうです。でパンケーキうどんとかあるよ。すごい、さ、違和感ある。すごい、これも気になるな。結構くださってなかった。うん、たらいうどんいただきます。じゃーん、めっちゃでかい。見えんか。カメラの方持ってこな。あ、そっか。じゃーん、なんかね、ちゃんとセットで用意してくれました。出汁がすっごいいい匂い。いいな、匂い。いただきます。いい音だって。最初の感想が大事やから。違う、あったかい。めっちゃつゆが薄い。うまい。てか、もつも熱いし、うん、昆布、うん、とろろ昆布になりましたね。うん、うん、今生姜でだいぶ味変わった。いや、なくなってもじゃん。全然ちゃう。最初から入れんでよかった。しょうがないのが好きだったもん。もう戻れない。ノーマルで食べることをお勧めします。いいとこ全部切ればな。巨大たらいを見に行きたいと思います。